あと、ほんとやめてマジほんとやめて。血糖値、マジでニュースにするのやめて、もうめちゃくちゃ記事上がってんのよ。もうなんか、なんかさ、ツイッターとかでさ、誰かがさ、俺の切り抜き上げでさ、なんかいいね5000とかついてたのよ。全然知らない人がめっちゃ俺のこと心配してたり、めっちゃディスってたりとかしてて、もうマジでやめてほしいんだよ。なんか、だったら、だったらなんか俺が配信でやらかして、そっちで炎上してほしい。もう糖尿病で燃えられると、もうなんかすごい、ちょっと困るんよね。 困るんよ、本当に。マジでさ、やめていただきたいな。そんなにだって、いじる内容か一個人のやつで、だって知らない人とかさ。うん。<laughs> で、もさ、めっちゃ面白かったのがさ、俺のこと知らないからみんなボロカス言い放題じゃん。あの、この、この人、もう死んだんだよね、とか。ねえ、いつの記事みたいな。 あの、いつ頃生きてた人ですかとか、なんかめっちゃ書かれてて、もう多分もうみんな死んだと思ってるんですよ。やっぱ数値があまりにも異常だから、生きてないと思ってて、あの、この人ってまだ生きてるんですかとか、書かれてたのがちょっと面白かったね。まあ、教えてあげたいね。それでも毎日好き放題飯食ってるし、山にも登ってるし、配信時間も長いし、一生懸命頑張って生きてるよって伝えたいですけどね。はい。なんで、僕は、あのー、こうやってね、もう明るみになってしまって、みんなにバレてしまったからには、 もうね、糖尿病の星になるしかないなと思って、スター。うん。あのー、明るい未来。糖尿病でも生きていけるぞっていう。そう。糖尿病の星になるしかないなとて思いましたけどね。えー、でも配信外で送オクラとかなるべくいいか。や、バレちゃったんだよ、それもそれやらかしちゃったんだよ。じゃ、これもう一個話させて。あのー、昨日外部でやってたんだけど、配信で。Twitch でやってて。ま、あ俺よく出前感頼むじゃん。まあ、ゴッドカインじゃん。ものすごい頼むんですよ。そう。 んで、まあ、自炊もできるんだけど、夜ちょっとこうふあの、ふざけたりとか楽しちゃって、出前から頼むことが多いんですけど、あの、まあ、20時ぐらいで、まあ、たくさんのお店がもう終わっちゃっててさ、営業終了してって、もう残り少なくなってたらね、まあ、ジャンクフードぐらいしか、えー、注文できなくて、だけどなんか、まあさ、ちょっとさ、芋調子悪くて、山登ってるときからちょっと胃腸の調子も良くないから、ジャンクちょっと嫌だなと思って、あっさりした方がいいなと思って、すき家を選んだんですよ。 で、スキヤでも、その牛丼を頼むんじゃなくて、ご飯とかオクラ、えー、山かけとか鮭、味噌汁みたいな、この5つかな、を注文しようと思って。で、近所のスキヤのところで出前館でポチったんですよ。そしたら、ポチった時は、ちゃんと注文受け付けましたってなったんだけど、なんかその10分後ぐらいに、キャンセルされたんですよ。出前館から。で、その内容が、その店舗に、まあ商品のご用意ができないと。そう。 ま要するに、その、俺が頼んだやつの何かかどれかか全部かわからないけれども、まあ商品のご用意ができないから、ちょっとキャンセルになりますって言ってキャンセル来たの。で、俺はその時は、ああ、そうなんだ、なんか食材足りなかったのかな、まあ、5つも頼んだから、どれか1個足りなかったんだろうな、1個足りないから、全キャンセルになったんだろうなと思ったから、別の店舗にしようと思ったの。同じスピアの、ちょっと離れた別の店舗にね。そしたら、別の店舗でも、同じものを注文して10分後ぐらいに、店舗にてご用意できないのでキャンセルって来たの。 おかしいなと思ったんだよ。え、嘘でしょって。2店舗も、あの、用意できなくて、キャンセルってなるかなと思って、俺初めてのことで、同じ、ほぼ同じ時間帯で2店舗同じ内容キャンセルってのが気になっちゃって、なんでこんなことになったんだろうなと思って、まあでももういいやと。どうしてもスきヤ食べたいから、まあちょっと車出すのめんどくさいけど、まあじゃあちょっと車出して見てくるわと。確かめに行ってくるわっつって、まあ配信放置して行ってきたの。その、 注文した店店舗舗ののうちの1店舗にねそしたら同じ商品テイクアウトできて5つのやつあるんですよお店に。ね店舗にてご用意できないっていう理由でキャンセルになったのに普通にテイクアウトできるんですよ。えー、と思ってでおかしいなと思ってで店員さんに聞いたの。 で、その自分の出前館のキャンセルページ見せて、2件見せて、あのー、テンポにで用意できないって言うから、あの、2件キャンセル食らいましたと。で、どうしても気になったんで、こちらのお店に来させてもらったんですつって。で、どういうような内容でキャンセルになってるんですかって聞いたら、その調べてくれて、店員さんが。そしたら、うちの方ではキャンセルしてないと。確かに注文来てますねって。で、出前館さんの方からもキャンセルなんで、申し訳ないですけど、出前館さんの方に聞いてもらっていいですかって言われたんですよ。で、そしたら俺、えってなって、 待ってよと。店舗がご用意できないということでキャンセルになってる。出前館からすれば、出前館の言い分としては、まあ、店のせいとまでは言わんにしても、店が原因でキャンセルになりましたよって書いてあるのに、店はキャンセルしてないんですよ。出前館のキャンセルなんですよ。だとしたら、キャンセル内容ってのは出前館のキャンセルですって書かなきゃいけないの。なんかしらの理由でね。だから、俺おかしいなと思って、 で配信でツイッチで言ってて、そしたらなんかいろいろリスナーが教えてくれて、同じような理由でたくさんの人がキャンセル食らってて困ってる人がいるって言うから、あ、これって結構多発してるんだなって。で、俺の中でシステムエラーが起きて、キャンセル内容の分がそれになってしまうエラーが起きているのか、まあなんか意図的にそうしてるのか、まあそれともまあ、スきアが嘘ついてるのか、まあなんか理由はわからんけれども、 だまら、俺は実際、スキアに行ってお店の人とも話したし、これは出前館側なのかなと思って、まあ、出前館の情、まあ、今日、昨日起きたことを、まあ、ツイッターにまとめたってことなんよね。そう。まあ、だけど、今これを話したのは、まあ、文字で起こしたものだから、まあ、全容は書かれてないから、ちょっと改めてこの放送でもね、まあ、なんであれをつぶやいたかっていうのをちょっと話させてもらった。そう。そういう流れです。だけども、まあ、結局、スき屋行って、同じ飯食えたから、 まあ、あの、ガチでまとめただけで終わると、ちょっとさ、ねえ、あのー、重く受け止めちゃう人とか、まあ一応俺もツイッターも多少影響力はあるので、まあその後にちょっとネタのつぶやきを一個入れて、まあ終わらしたっていう感じなんですけど。まあでも、来週だったらちょっと電話できそうな時聞いてみようと思うけどね。なんでこういうことが起きたのか。まあ、エラーならエラーって分かれば別にそれでいいし、ただ個人的には、ゴッドかーいんで、草ほどここまで注文してきて、店行ったらテイクアウトできたのに、 なんか店の成果のようなキャンセル理由で2件連続断られたことがどうしても怒りで、ふざけんじゃねえぞって話でさ、ねえ、もうマジでガム吐きかけそうになったね、俺ね、プーっつって。加減にしろよ、と思って。こっちは何件入れてると思ってんだよ、今までよ、つって。ああ、みたいな。プーってやりそうになったもん、俺。そう。ほんと、それぐらい。うん、来てましたよ。昨日の夜はね。うん。いや、そんなことで切れんなよってね、あの、じゃあどんなことだったら逆に切れていいんだよ。 そんなことがどうかっても一つそれぞれでしょ。そんなことで切れんなよって言うんだったら、じゃあツイキャスで言うならばさ、無料で放送する自分が好きな配信見に行って切れんなよ、リスナーも。それこそ一番切れんなよ。ねえ、そうでしょだって、ツイキャスアプリを自分で開いて、自分でおすすめの中から配信選んで。ほんで見に行ったけど切れるリスナーとかおるやんか。それ一番切れんなよ、じゃあ。一番切れんなよ。そんなことで切れんなよって俺に言うんだったら、お前らが一番切れんなよ。おかしいやろが。なあ、お前らも切れるんだったら俺も切れるよ。 うん。切れてないけどね。じゃあ、俺だって切れてないけどね。俺だって切れてないですけどね。ね一日起きた出来事をまとめただけですけどね。いや、俺だってそんなことじゃ切れてないですよ。そんなに切れてないから、ま、あの、三つ目のつぶやき、ネタつぶやきしてるわけだから。そんなことじゃ、俺だってそんなに切れてないですけどね。ただ、お話ししただけですけどね。こうやってね。光に謝っとけ。お光すいませんでした。意味わからんけどね。な、うんで俺が光に謝る。俺ガム�いた人じゃねえよ、俺。ねえ。 吐いた人じゃねえよ。普段確かに冒険は吐いてるけど。あ、なんろう俺の方が悪いか。すいましょ確かに、一番俺が悪いかもしれない。普段の行いからすれば、俺が確かに悪いかもしれないね。なんで俺の謝罪枠みたいになってんだよ。丸まりましたっていう。その通り。あ、そう。俺が悪い。そっか。俺が悪いか。普段の行いが悪いってことそっか。普段行いの悪い俺は、ちょっとした企業のそういうミスも綺麗になってこと許してやる心の広さを持てってこと そういうこと無理だよ俺そんなできた人間じゃねえもんこの目を見ろよ無理だよ私はいつまでもやりますのよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえお疲れ様でしたセンキューよし